ロック、メタルのニュース、断鉄砲をお届けします。本日の断鉄砲はベビーメタルワールドツアーファイナル映画化決定。2023年から2024年にかけて大規模なワールドツアーを行ったベビーメタル。そのワールドツアーの締めくくりとなった沖縄公演レジェンドシーサーが映画化されることに。2024年夏にライブフィルムとして全国の劇場で公開されるとのこと。ベビーメタル初のライブフィルムとなります。映画の公式サイト X アカウントも開設されています。この動画の概要欄にリンクを掲載しておきます。速報を聞き逃さないように。さあ2024年ベビーメタル最初の海外公演もいよいよ始まります。2024年も2023年に負けないぐらい数多くの話題を提供してくれそうですね。次なる活躍が楽しみです。以上、本日の断鉄砲でした。